2011年の4月からアベノハルカスの立ち上がる姿をアベノキューズガーデンの2階通路から眺め続けています通路全体を移動してパノラマ撮影しているのですがここでは中央部分での定点パノラマだけを上映しています最初は2階通路が途中で止まっていたので撮影場所が南にずれています 大気月食は最大のイベントですがあいにくの曇り空でかなり進んだところだけの撮影になってしまいました。 高さは1 5 0メートルを超え2階で見て目立った違いはないのですが視点を変えると違いがあるのでした南隣の岸本ビルの工事が進んで阿炎のフープが見えなくなりました。 3 0 0メートルになって日本一のビルです空港に近い梅田では高さに制限があるので3 0 0メートルにできないのです外装工事が終わり胸上げです 歩道橋が全面開通して便利になりました。ハルカスのパノラマ撮影で、うまく正面図に加工できたのは5枚にとどまっています。今や、銀鉄百貨店のハルカス本店が開業して人通りも多くなり、目立つので、 締めくくったものです。こうしたナレーションは女性と決まったようなものですがハルカスのエレベーターでは男性の案内を聞くことができます以上ご案内はボイスロイド東北ずんコでした。